ご視聴感謝です。ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。チャンネル登録よろしく頼むぜ。登録してくれて、本当に嬉しいぜ。今回のクイズも、コメント欄に入れてみるぜ。クイズの要望があれば、コメント欄によろしくお願いします。ジャンルが分かったら、ウプ主もいろいろ決めやすいとのことだ。ニコニコの方は、興味があったら、YouTube に来てくださいね。ウプ主は、ニコニコ動画のコメントも好きなので、YouTube の方で時間がある方は、ニココメを盛り上げてくれるとやる気につながるぜ。動画の後は、コラボ動画を入れるかもしれないぜ。10秒ほど宣伝できるぜ。興味のある人は連絡してほしい。ねえ、マリサ？徳川家成って、多くの子供を作ったんだけど、子供の行き場が気になったの。それで前回軽く説明があったんだけど、いくつかが騒動に巻き込まれたのよね。水戸家は後々の禍根になったとかで。ああ、例えば天狗党の乱の遠因だと言われている。天狗党の乱は、内部争いの一つだが、お互いが潰し合ったことで、有能な人材を失ったんだ。しかも、維新後は粛清された、天狗党の生き残りが、諸政派を粛清した。このごたごたで、明治維新の恩恵がほとんど得られなかった。ひえー？ある学者に至っては、明治維新に貢献したのは、坂本龍馬でも高杉晋作でもなく、この徳川斉昭だなんて皮肉もあったんだとか。しかし、斉昭だけが悪いわけではない。実は、その火種は、彼が水戸徳川を継ぐ前からあったんだ。つまり今回はその経緯を紹介してくれるのね。ああ、徳川家成の子供の世継ぎ先から起きた騒動を紹介していこう。これが後々まで響くんだな。それは気になるわね。早速お願いします。みんなは、トラブルを後回しにすることはあるかな？そんなエピソードがあったら、ぜひコメント欄に書いてくれだぜ。それじゃあ皆さん、ゆっくり歴史を覚えていってね。ここはどこかしら？ここは、弘道館だ。水戸学だけでなく、ある派閥の対立の舞台にもなった。水戸学？難しいが、簡単に言えば近世から幕末にかけての、独特の学風を指している。皇室の尊厳を解き、幕末の尊皇攘夷運動に大きな影響を与えたようだ。有名な水戸黄門は、大日本史の編纂を命じたわけだが、当然知識人はたくさん集まったはずだよな。さて、ある派閥とは二派を指している。天狗派と諸政派俗人派だな。彼らは熾烈な対立をした。天狗派に由来はあったりするの？これは、天狗と呼ばれるのは徳川斉昭が、下級の武士も積極的に登用を行って、調子に乗っているという意味で付けられたんだ。まあ一種のひがみよね。まあその天狗党の連中は、水戸では義気があり、国家に忠誠心があるものを天狗なんだと自称したという。ついでに、忠義もなくつまらない意見ばっかり言う諸政派は、俗人と呼ぶにふさわしいと反撃したんだ。お互い様ですね。このことからわかるように、この二派は、片方が下級武士で片方が上級武士が多かった傾向にある。まあ、下級武士は現状を変えたいから、後に朝廷を重んじ改革したい。反対に上級武士は今の生活を守るため、幕府につきたいというところかな。この前提は分かってくれたかレ夢ム？これを分かった上で、徳川家成の子供の養子の話をするわけね。ああ、徳川斉昭は寛政12年1800年に、徳川春俊の三男として生まれた。なんと30歳まで部屋住みだったという。かなり聡明で、水戸学を学び、後の藩主で生かすことにもつながった。やがて成信が継子を決めないまま病となった。継子を決めないということは、子供がいないわけよね。ここで亡くなれば、斉昭が当主になるわけね。そういうことなんだが、成信の正室の峰姫は、徳川家成の八女なんだ。将軍家の子供ということで、結構華奢な生活をしていた。水戸家は火の車になったという。将軍家の子供をもらうのは大変よねー。当然借金の棒引きや、助成金はもらえたが、それでもかなり苦しくなったそうな。そうなると、上司を中心とする門閥派はどうすると思う？幕府のお金を当てにするわよね。まさか、家なりの養子を迎え入れたとか？霊夢くん大正解。対立の火蓋が切って落とされました。そんな笑顔で言わなくても。まず、結城友道や付家老中山信盛が中心になって、峰姫の異母と久之丞を養子に迎える動きを見せた。ああ、徳川家なりの21なんだか、20なんだかの子供よね。前回の動画で見たわ。そうだ、門閥派は内部に詳しい事情があるので、藩内の財政を知っていた。そうなれば養子を迎え入れることで財政問題が解決できると考えた。それだけでなく、幕府との関係を強めて、結びつきを強めようという江戸家老榊原輝明が、蕎麦用人の水野忠ともに働きかけたという。付家老の中山は、あくまで派遣家老なので、今回の件で、大名になりたいという野望があったという。そういえば、井伊家にいた近藤さんは、最終的に大名になったわね。それを狙ったのかしら？まあ何はともあれ、成明を押しのけて家なりの子供が水戸を継ぐことになりかけた。しかし、それに待ったをかけたのが中下思想だった。成明派40名余りが無断で井戸に上り陳情し、かなり緊迫した状況になった。いかに御三家でもただでは済まない。ひえー、大ごとになっているじゃないの？一体どうやって解決したの？その中山が、なぜか遺書を見つけて、その内容がわかると、すぐに行動を移した。そして成明への継承許可を幕府へ届け出した。それで、ようやくこの騒動が終結し、徳川成明が、水戸の藩主となったんだ。これで、終わりならハッピーエンドだけど、そうじゃないのよね？ああ、徳川成明はこういった経緯から、仮想の藤田戸田といった人材の登用を積極的に行った。つまり徳川成明としては、幕府のお金を頼りにするのではなく、改革によって藩政を立て直そうとしていくわけだ。なかなかいいじゃない。しかし、これに不満を抱える者がいた。門閥派と紹介した、上級を中心とした人々だ。彼らは諸政党と名を変えた。この諸政党と天狗党が争いを起こしていく。安政の大国で天狗党が弱ると、諸政党が力を盛り返す。源氏元年1864年歌舞伎派が助成すると、幕府の命令で、諸政党と天狗党が直接対決を起こしてしまう。最終的に天狗党が降伏するが、なんと828人のうち、352人が斬首された。ひえー。しかもそれだけでは済まなかった。諸政派は、そのメンバーの家族まで狙った。市川三左衛門らは、女児や子供を殺しまくった。何よこれめちゃくちゃじゃない。まあ長州の二派の対立と比べられるところだよな。しかし、天狗党にも残党がいた。まさか。天狗党の残党は新政府に就いた。そこで長州の支援を得た、本国寺党と共に幕府側の諸政党と戦うことになるんだ。そして、水戸に迫り行動間戦争で、双方90人くらいの死者を出すも、天狗党側が勝利した。今度は天狗党が、諸政党を弾圧しだした。当人だけでなく、家族まで処刑しだした。いやー、憎しみの連鎖じゃない。先ほど言った、市川も後に捕まり、逆さ貼り付けにされた。憎しみがかなりこもっているよな。こんな状態では、人材がほとんど残っているはずもなく、最終的に明治の新政府で重要な地位を占めることはなかったという。かろうじて、香川敬三が維新の功労で、唯一の爵位をもらった人物というありさまだった。火種があったとはいえ、世継ぎ騒動から、激しい内部抗争になるだなんて信じられません。以上が徳川成明世継ぎ騒動から派生した水戸藩のしくじりなんだが、どうだった霊夢？はは、まあ気持ちはわかるぜ。火種があったとはいえ、将軍様の子を入れる入れないで、ここまでひどい事態になるなんて、誰も思わないわよ。もちろん、地域性もあったかもしれないけど、無茶な粛清をしたら、その後の政治が立ち行かなくなるのは当然じゃない。まあ俺が思うに、水戸藩は戊辰戦争とは別の、戦争を行っていたのかもな。結局、一番戦いでダメージを与えるのは、内部抗争なんだとつくづく思わせてくれたぜ。中国なんかも内部抗争で崩壊するしな。そう考えると、長州は比較的穏便に済んだ方なのね。家族まで危害がいったという話はあまり聞かないし。まあそうだよな、主要人物は処刑されたが、そういう話はあまり聞かないよな。それによって維新がうまくいったのかもしれないよな。しかし、徳川家斉さんはとんでもない爆弾を持ち込んだわね。そう考えると、主因でなくとも遠因だからな。そう考えると他の子供たちの話も気にならないか霊夢？すごく気になるわね。今回の水戸藩のしくじりはかなりはしょったが、さらに詳しく知りたい人は、本などを読んでほしい。かなりドロドロしてびっくりするぜ。ひえー、これだけじゃないの？そういうわけで、今後たまに家なりの子供の紹介をしていこうかなと思う。ちなみに今回紹介した、久野城だが、御三卿の清水徳川家五代当主になり、後に和歌山藩藩主となった。ちなみに清水徳川四代は、兄の成則だ。ここでも、家斉さんの影響が出るんですね。さて、今回の話はいかがだったかな？水戸藩は、家斉の子供が来なくても、幕末の騒動になったと思う？それとも来たことで、爆発した？みんなの率直な意見を、コメント欄に書いてくれだぜ。また、家斉の子供のその後って知りたい？これも率直な意見を書いてくれ。お願いします。さて、今回のクイズも下のコメント欄に書いておきます。興味のある方はぜひ見てください。ニコニコ動画にも何か書いておきます。いいねボタンを押すと見れます。これからも、俺と一緒に歴史の話をしような霊夢。わかったわ、マリサ。当チャンネルは週2回投稿が限度なので、時間のある方は、数百本ある小槌先生の動画を見てくださいね。俺からもよろしく頼むぜ。それでは皆様、ありがとうございました。うん。だからそういうことで、例えばだから寺社なんかでも、寺とか、大きい神社なんかが、屋根修理したいけどお金がないから、これ幕府の、